裏絵飯店、または、アスターハウスホテルは、中国上海市のホテルである。1846年にリチャーズホテルレストランとしてオープンし、1858年には、上海市のワイタン、高校区の広歩行と古商工という日本の川の合流地点、外白都教の北側の現在の場所に移転した。1900年前後には、世界で最も有名なホテルの一つ、 東洋一のホテルと称されたが、第二次世界大戦、文化大革命を経てその輝きを失ったが、20世紀の末には、バックパッカーの溜まり場として、日本人や欧米人の人気ゲストハウスに、2000年代には大規模な改修が行われ、ある程度の輝きを取り戻している。浦井飯店は1858年以来、上海市の愛炭の北、外白都境のすぐ近くに位置している。 4580平方メートルの敷地に、延べ床面積は16,563平方メートル134の部屋とスイートルームを有している。かつては広区のランドマークで、1956年に和平飯店がオープンするまでは外国人の社交の中心であった。裏江飯店は1ブロックを丸々占有しており、向かいにはロシア領事館がある。 加えて、以前はその並びに、ドイツ、アメリカ、日本の各大使館がの木を連ねていた。1842年8月29日、アヘン戦争の結果として、南京条約が結ばれ上海を含む五港が開港された。その後徐々に上海でのイギリスの咀嚼地が確定されてゆき、イギリス人の住民も増えていった。 上海には1844年の時点で50名の外国人が暮らしていたと記録されている。初期の移民の一人であるスコットランドの商人、ピーター・フェリックス・リチャーズは1840年より、上海で雑貨屋など船乗りや旅行者相手の商売を営んでいたが、1846年に上海で初めての西洋料理店と中国で初めての西洋式ホテル。 リチャーズホテルを開店した。これらは、洋景浜の南に位置していた。このホテルは一棟からなる、これといった特徴のないバロック建築のホテルだった。1846年12月22日には、上海共同疎開の第1回の会合が、リチャーズのホテルで開かれている。しかし1856年の5月15日、リチャーズはニューヨークでのビジネスの不調から、 英国領事裁判所より、債務超過を宣告される。上海のホテルを含むリチャーズの一切の資産は、債権者であるウィリアム・ハーバート・バシェとチャールズ・ウィルスの手に、渡った。1858年の2月、リチャーズの雑貨店、ホテル、レストランは、チャールズ・ウィルスの土地である、五商工の北岸、すなわち現在の場所に移転した。このホテルは2階建ての東インド様式であった。 1859年にはリチャーズホテルからアスターハウスホテルと改名した。一方で中国名レーサーハン,ンはおよそ100年後の1959年まで残ることとなる。その後ホテルの所有者は何度か変わり、1876年には拡張工事が行われる。この改装によってアスターハウスホテルは4棟からなるレンガ作り。 ネオルネッサンス様式のホテルとして生まれ変わった。1880年代の頭には中国で初めて電気が通った建物となり、初めて水道が通った建物となった。ホテルの評価も上がり、1880年代後半にはシンガポールのラッフルズホテルと比較されるまでになっていた。百八十九年にはホテル裏手の土地を取得、再び大規模な拡張が始まった。 そして1890年代には、アスターハウスホテルは、上海に暮らす外国人の社交の中心であり、名声は世界的なものとなっていた。1897年11月5日には中国で初めての舞踏会がこのホテルで開かれ、生体校の60歳の誕生日が祝われた。1900年の時点では、上海で初めてのファーストクラスホテル、 東洋随一のホテルと称されるまでになっていた。1901年、この時のオーナーであるオーギュスト・バーノンは株式、ガイシャースターハウス・カンパニーを香港に設立した。バーノンはこの年に、地権者からホテルのあるブロックをまるっと借り上げた。そこに新しく、別館を作り、全体で300室あるホテルへと成長させる計画を立てたが、夢半ばでバーノンは体調を悪くし、 引退を余儀なくされた1906年の7月には、元イギリス海軍艦長で、日本優先の艦長も務め、横浜グランドホテルのアソシエイトマネージャーであった、フレデリック・デービスが、アスターハウスホテルのマネージャーに就任している。1907年に、ホテルのマネージャーが、ウォルター・ブローエンに変わると、アスターホテルの改装と、別館建設計画が持ち上がる。 メインの三棟のデザインは、デイビストーマスが担当し、新古典主義バロック様式へと生まれ変わることになる。別館のデザインは、ブレナン・アトキンソンとアーサー・ダラスが担当した。1908年から、改築、増設工事が始まったが、順調にはいかず、予定を6ヶ月遅延した。さらには、再オープンを3ヶ月後に控えた1910年の9月には、 マネージャーのウォルター・ブローエンがホテルの運営資金を横領し姿をくらました。後に日本の長崎市よりブローエンの目撃情報が寄せられるが逮捕には至らなかった。この時期の改造によりほぼ現在の裏絵判定のデザインとなった。新しくなったアスターハウスホテルは東洋のウォルドルフ・アストリア中国発の西洋式ホテルと県伝された。 500席のダイニングルームを備え、24時間温水、中国発のエレベーター、250の客室すべてに電話とシャワールームが完備されていた。1911年11月3日に、侵害革命が起き、上海も武装放棄に巻き込まれた。ホテルは営業を続けたものの革命の影響により、財政面での危機に直面し、アスターガーデンを抵当に入れた。 その後経営状態を改善するために資産の切り崩しや改装を行ったがうまくいかず1915年の8月株主は抵当権を行使しアスターハウスホテルカンパニー株式会社と所有するすべての資産はセントラルストアーズ株式会社に売却された1915年にハリー・モートンがアスターハウスホテルを含む複数のホテルのマネージャーに就任し アスターハウスホテルの経営状態は改善する。しかし1920年にはモートンは担当を外された。イギリス政府の数密委員長令により、イギリスの会社の経営がイギリス人に限られたためだった。1927年、アスターハウスホテルは、ロバートルギのヒストリックホテル・オブ・ザ・ワールドに選ばれ、50年以上に渡り、第1級の宿泊施設であり続けている。 と紹介されている。1930年頃には、アスターハウスホテルはもはや上海で結出したホテルでは、なくなっていた。1929年には、南京路にアールデコ様式の和平飯店が完成し、アスターハウスホテルに影を落とした。1911年に、ホテルが再オープンした頃の高校区は一等地であったが、1932年には、 日本人が多く集まるような地区になっていた。中国人はこの地域を避けるようになっていた。1931年9月に満州事変が勃発、それにこうして1932年1月には上海日本人僧侶襲撃事件が発生した。これが第一次上海事変へとつながり、アスターハウスホテルの近くでも激しい戦闘が繰り広げられた。 上海の外国人居住地区は実質的に日本軍の占領下に置かれ、アスターハウスホテルもそこに含まれた。中国側の爆撃を受ける和平反転付近。1937年8月14日。1937年8月には日中戦争の口火となる第二次上海事変が発生。アスターハウスホテルも損傷を被った。 その後も、上海での戦闘は続き、ホテルは幾度も損傷した。9月には、アスターハウスホテルの関係者も皆香港に避難した。以降ホテルは大日本帝国の降伏する1945年9月2日まで、日本軍がコントロールすることとなる。1937年から1939年までは、財団法人日本 YMCA 同盟がホテルを使用し、 その後ホテルは日本軍により第三者に賃貸された。この時の賃料はごく一部ではあるが、不在のオーナーにわたっている。第二次大戦の日本占領時代を終えると、アスターハウスホテルは見る影もなくなっていた。1945年9月、香港上海ホテルズは1946年7月までホテルをリースする契約を米軍と交わした。 その後1947年からは中国人実業家が香港上海ホテルズからホテルのリースを受けている。1949年5月には中国人民解放軍が上海に侵攻してくる。10月には中華人民共和国の建国が宣言された。小海石が台湾へ飛ぶ直前の12月10日に大陸での最後の夕食を楽しんだのが マスターハウスホテルだったと言われている。1950年には、香港上海ホテルズと中国人実業家との契約が切れたが、中国側が経営権を放棄しようとしなかった。新中国とイギリスの間の外交上の緊張感が問題を複雑にしていた。1954年4月19日には、ホテルは接取され、経営権は 上海人民政府に移譲された。その後ホテルは工場の事務所、宿舎、海軍などによって使用され、1959年に浦江飯店として再オープンすることになる。1959年5月27日、アスターハウスホテルは浦江飯店と改名された。1988年にはホテルの経営権は国営企業。 上海高山集団へと移譲された。その後1980年代にはホテルの評価は落ち込みバックパッカーの溜まり場として機能するようになっていた。1990年から1998年まで西東のダンスホールは上海証券取引所として使用されている。その後証券取引所は現在の歩島シンクに移っている。 2000年前後の浦井飯店はバックパッカーのお気に入りのホテルであり、欧米などから来た若い旅行者の定番ホテルであった。ダンスホールだけがかつての栄光の面影を残していた。多くの家具や装飾品は文化大革命の間に破壊されたり、盗まれたりしていた。木造部分は大部分が虫に食われていた。1995年には浦井飯店を取り壊し、 モダンナ5つ星ホテルを建てるべきだという声も上がっていた。しかし、上海高山集団はホテルを残す決定を下し、2002年より改装工事が始まった。2003年にはシンガポールのラッフルズホテルのような五つ星ホテルを目指すと公言し、国外からの投資も視野に入れ投資家たちに呼びかけた。1952年に、 ホテルが接収される前の所有者である香港上海ホテルズにも話を持ちかけているが断られている。裏井飯店は2004年に一連の改修を終えた。ありがとうございます。